です。あれ？おっしゃー！4月からベロベロにどういうふうに変わっていくかっていうのを、まあ、ちょっとそのセンベロで、はい、ベロベロにセンベロベロベロみたいな、センベロベロベロ、よし、マンボウも開けた沖縄で、よし、はい、行きましょう。足立屋会長似合わないな。ここ浅田さんおすすめなんすか？足立屋。楽しいですよ。カルピスサワー。カルピスサワーだね。全員がベロベロになる。ベロベロになる企画ですからね今日。敵も飲んでない状態ですね。そうそう。ガチ今日飲んでないですよねまだ。ドシラフです。アルコール 0%。1回飲んで 3% ぐらい。一回飲んで 3%。 3% です。あー、ゲージが広いな。どこ行くの？この後。いろんなとこ行けばいいじゃん。いろんな屋台村とかも行けばいいし。どんなお客さんが行けばいいの？変な人ですね。多い人が嫌なんですよ。ベロベロ1杯目で、ベロベロ1杯目、いきます。よーし、どうすどうす。どうもね。ノンアルのカルピスと、いやいいっすね、飲めると思ったんで今。なんか今日いけるぞみたいな。電気ブラン、電気ブラン、電気ブランって何ですか？なんか酔っ払うんです。酔っ払う。お酒ですか？電気ブランデーのミックス、いろんなブランデーをミックスしたやつが。会長ここ来たことあるんでしょ？結構好きなんですか？俺人が好きもないの。知るところじゃん。この人に。中に座ったこともある。これ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 。あ、これが電気ブラン。電気ブラン。ブランデーする。あれ？今 6% ぐらいですかね。3×2 です。もうこれ2杯目終わったんですか？じゃあ次3杯目いかないとですね。もつ煮込みうまいですね。これ何ですか？サバ、サバの塩焼き。何店舗行くんですか？もう気が済むのがありますね。はい、すみません。じゃあ、浅田さんは 何者なんですか？あんなの何者だからね。この人、今のノンベですけど。飲んでるっすよ。お酒飲んでる以外は何やってるんですか？何やってるんですかね。お酒飲むのが仕事ですよ。こういう仕事もあるんです。じゃあお酒飲む人なんだ。インスタグラマーっすよ。インスタグラマー。結構箸が進んでますよね。3杯いったよ。3杯いきました。やばい。3枚目だから9%。あと10店舗は行かなきゃいけないですね。じゃあ、ちょっと飲食店とかやってるんですか？昔、鉄板焼きやってたよ。ビルバイルってクラブの中に。あ、鉄板焼き屋さんがあったんですか？かかった金額もすごい。ベルファレを作るんですか？どのくらいかかったんですか？あれこれ、4杯目。そうそう、ちくわ頼みすぎでしょ。なんかここまでやると嬉しくないですか？全くって。今4杯会長。今会長。4.5 ですけど、
0.5 はカットされる。じゃあ 12% ですね。 12% です。今日は長いぞ。はい、こっち行きましょうか。おお、ね、庶民の会っていうやつバカにしたくなるってことじゃなくて、はい、ちゃんと普通の飲み方をしよう。普通の人のように。そうですね。安いところを探して、はい、でも最後は庶民の会じゃなくなっちゃうんだよ。どういうことですか。金持ちの会に変わっちゃうんだよ。でも会最後に会計 2,3 千円の時とかって、わ安ラッキーとか思わないですか。ラッキーとか思わない。いや18件入ってんすよ。こんなどこがいいんですか。いやもう多分行った時の雰囲気で入ってます。雰囲気で、はい、やっぱ人いないやんな。あらまだこんな時間ですからね。これにいるんですか。これに行きましょう。会長ここどうですか。キングオブチキン。お待たせします。じゃあ、これ。はい、じゃあ、マコさんから。はいよ。よっしゃー。会長。何してんだ。はい。はい。参ったね。やばい。え、やばい、やばい、やばい。2分の1やん。いや、まだあるよ。え、4分の1や。4分の1か。うん。はい。よし。あれ会長、会長。いや、2件ある。やったー。こいつ分かってるわ。分かってるわ。まいったね。これ恐ろしいな。1回やめよう。一回ね。会長がは。ね、おいよ。うわ。いっすよ。来ますね。閉まってください。よっしゃー。よっしゃね、6ですね、6です。あんなにベロベロになるのはまだ大丈夫。なんか目がだんだん重たくなって、目が重たくなって、この辺が重たい感じ。なるほど。何時ですよ。4時半。まだ火入れたいからね。絶対仕事してる時間よりも飲んでる時間の方が長いですね。長いです昔から。これやばい。これやばいな。なんなことないですよ。2杯。いや違う、2杯。2杯ですよ。あ、違う。それは2杯よ。止めてって言うと少なくなるのかなと思って。ならないね。ならない、ならない。おいしょ。ならないんだ。よいしょ。よっしゃ。いってらっしゃい。あ、じゃあ。2軒目。今年もありがとうございました。今年もありがとうございました。さすがです。なんだろう、この。これハブ酒独特なんですよ。まあ、いい感じ。素晴らしい。そうですね。油と炭でちょっと黒くなってしまう。でもまあ大丈夫だと思います。大丈夫です。はい。酔う前に眠くなってしまう。次だ。三軒取るよ。絶対三軒取ります。足裏マッサージすると酔いさめるよ。そうなんですか。マジで。なんかうちのスタッフがさ、飲んでばっかりいいんじゃないかなと思ってるから、ちゃんと飲んでる姿をちょっと撮ってよ。飲んでるよ、飲んでる。なんかみんな仕事頑張ってるのに、あの俺だけ飲んでるんじゃないかっていう疑いがあるから、だから飲んでる姿を。会長は飲んでる。会長乾杯で。俺は飲んでない。会長といるからこれが仕事だよってことでしょ。会長フェイダーとしてる。フェイダーしてる。
何パーセントですか今会長。いやー60はいっておおいい感じですね。だいぶ上がりましたね。あずらさん何パーセントですか。俺は 72% です、ね、もうあっと言いますよ。じゃあ3軒目行きますか、うん、3軒目はのれん街。すごいなここ初めて来る、ね、うわハブシだすげえ。えぐいなこれ牛タン。いいろは、あ、乾杯しましょう。イエーイ、うまい。そうそうそう、1枚ならいい。1枚ですか。ありがとうございます。わーって来ると困る。目立っちゃうかな、すごいっすね、あんな若い世代の。昔からですね、そういうやることは。なんかこの辺が重たくなってきて、ただ眠くなるだけで、うわーいみたいにならないなるときはなるけど、ならないね。そういうもんなんじゃないのかね。自分の親父見ててもそうだったしね。会長、最近 YouTube でやりたいことないんですか。ないです。なんかこの間話してたあの番組の話とかどうですか。やりましょう。この沖縄そばで締めですか。締めますよ。まだ8時半ですけど、美味しそう。源氏屋入ってください。孫子さん、孫子さん源氏屋行きましょう。行きます。行ってらっしゃい。美味しいのだな。シェフ、すそばね、すそば、まあ確かにもうすそばだね。いただきます。すそばだお、すざすばだお。うん、普通のなんか沖縄そばだとカツオの出汁だけなんだけど、ちょっとこう豚骨系の出汁が効いてて、だけど関東の人にはちょっとこの薄く感じるのかもしれないですね。うまっす。おいしいだろ、ソーキそば。確かに味は薄いし、味は薄い。スープだけだったらちょうどいいです。会長、初めての1000メロ企画いかがですか。めっちゃつまんないんで、もうやりたいと思います。ただこれ、視聴者がもう見たいっつったら見たくないでしょ。わかんないですよ。俺もう飲みたくない。まだ全然飲めるじゃない。はい、本当は飲めるよ。こっから生放送な感じなんですよ。今日はやらないよ。そうです、しばらくやりません。でもちょっと人が少なかったですね、街にね。そうですね、活気がね、もうちょっと活気が戻ってきたな、ね、きっとなんか楽しい、うんうん、きっといろいろ。また会いましょう。それではさよなら。